カのウルトラマンです。ここの画面になりました。今日僕これを使うんですけど、まあ、このぐらいの長さのものは何でもいいですね。折りたたみ傘がいいですかね。ペットボトル1リットルとかでこういう大きいのありますね。このぐらいがいいですかね。というのをちょっと用意してください。これ使ってまあ歩くんですけど、こういうものなんですか。倒しながら歩くっていうのを最初にやってきますので、そんなすごい動きをするわけじゃないんですよ。なんじゃそれでやっていうのをやっていきたいと思います。ここの画面の今日はタイムルールはいいものですね。エブリミニッツオザミニッツ、3つのムーブメントを1分以内になるべく早くこなして残り休憩というのを3ラウンドです。前回2日目ぐらいのいいものがあったんですけど、今回のここの画面のいいものは回数がちょっと2個ずつ増えてるので、ちょっと慌ただしくなるかもしれないんですけど、頑張ってやっていきましょう。Let's go。かつてない集団をさらしてしまいました。こんなことってあるでしょうか。最後のちょっと、まあ、ちょっと最初説明していきますけど、フリップなんですよね。何でもいいので、さっきペットボトル冒頭ペットボトルって話したと思うんですけど、まあ、折りたたみ傘とかこのぐらいの長さとかあればいいです。これを2回倒すんですね。2回倒す分歩いて、分岐を変えて2回倒して歩くんですけど、かがんだ状態で倒しながら歩く。
だいぶ疲れますやってみると分かるんですけど、これ8回やると結構地獄ですね。こんなものだと思いませんでした。これ僕が考えたんですけど、正直言ってすごいきついですこれで、次がラテラルフロックです。ラテラルフロックで左右に動かすフロックっていうのはカエルの跳躍みたいなやつを寝た状態でこれこういうこれですね。これを左右で1、2、3、4、5、6、8っていう形でやると。で、最後ですね、最後フォワードのバックジャンピングスイッチランジ、これが結構きます。この最初に歩くのをやった後にまた上下とか入るのかっていうので、これさ最初8に設定してたんですけど、皆さん4でやってください。4でもきついかな。最悪2でもいいです。 2回とにかく左右1回ずつやるっていうのでやってみてください。前に1回ランします。で、膝つけます。で、次に後ろにランします。で、ここでスイッチして1回そのままランします。で、足が切り替わってまた前で後ろで切り替えてっていう形です。というのをやっていくというものでした。結構集大をさらしてしまいましたが、まあ、よく持ちましょう。いいのかな。というわけで、気を取り直して明日もやっていきたいと思います。じゃあまた元気出してお会いしましょう。じゃあね。